皆さんこんにちは。りょうこって始まるよ。はーい。ちょっと待って、聞こえてるかな。大丈夫かな。聞こえてますか。おオッケーオッケーイエーイ、間に合ったよ。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディアリョウコ、ハッピーバースデートゥーリョウコ、イエーイ。わーい、皆さんありがとう、誕生日おめでとうってたくさん届いてる、イエーイ。いやー、無事今日もお仕事行って帰ってきて、それでここでお誕生日会7時に、あー開けた、ほっとしてます。綺麗でしょう、お花いただきました、イエーイ。そして持ってよいしょ、お花をちょっと一瞬置いとくね、よいしょ、よっ、じゃーん。帰りにケーキを買ってきました。そう、自分へのお誕生日プレゼント買いましたかっていただいてる、あれ、ん、いけてるよね、お、よかった、止まっちゃった私の画面。そう、買いましたかって聞いていただいたんですけど、ケーキ買ったの、ケーキは買ったけど、もう一個はまだプレゼントとかはまだ買ってないな。何買おうかなって、こないだインスタグラムに上げてたブーツかな、あれかな、一番欲しかったのあれかなって感じです。イエーイ。そう、これはイチジクです。そうなんです、イチジクのケーキです。エアポッツはまだ買ってないの。あれ、訪れしてる、あら、大丈夫かしら、大丈夫かな、ちょっといけてるかな、大丈夫かな、スローダウンスローダウン、よし、オッケー、切れてる。なんかね、さっき設定してみたんですけど、ちょっと画角が違うような、ような、うん、まあ大丈夫だね。こうやって、あ、そっか、まず消さないと、願い事をしてそれでフーってすると叶うんだって。あ、ちょっと危ない、フーってしたら消えちゃうとこだったね。よし、願い事をします。そうだな、健康でみんなと一緒に楽しい、また31歳が過ごせますように。戻ってきたね。消えないよ、なんでだろう、消えないよ、ちょっと待って、もう一回言っとこうか。健康でみんなと一緒に楽しい31歳が過ごせますように。強かったね、炎強いね、消えなかった、びっくりしましたよ本当に、いやドキドキでした。よし、これね、今日は小さなケーキ、レスっていう恵比寿のケーキ屋さんに寄って帰ってきたの。ここに行ってみたくてね、紹介していただいたんだけど、なかなか行く機会がなかったから、それでこう今日まだ残ってるかなってドキドキしながら行ってきたんですよ。で、そしたらイチジク、私すごくイチジク好きだから、イチジクのケーキがあってとっても嬉しかった、で今日はちょっと実は欲張ってて、大きなケーキだと1種類しか食べれないから、ちっちゃなケーキをね3つ買ってきて家族と一緒にシェアしようと思うの。これはほらチーズケーキで、これは栗なんだって、栗です。そんな感じ、後で食べようかなって思ってます。そして持って、じゃーん、じゃんじゃーんですよね、パー、お祝いな感じ出てきた、お祝いな感じ出てきましたね。いやー今日は働いたから美味しい。さてケーキ一口食べよう。セルフバースデーパーティーってちょっとどうなのかなって思ったんですけど、
でも31歳コロナ禍になると思ってなかったから、こう不思議な1年だったし、みんなと4月ぐらいからこうやって YouTube をねたくさんやらせてもらって、たくさん時間を過ごしてきてたから、なんかこう誕生日も一緒に過ごしたいな、せっかくだしと思って今日はこうやってさせていただきました。あ、じゃあちょっといただきますね。いちじく、ほんまし、すごいよ、いちじく、すごいフレッシュないちじくと、なんだろう、洋酒漬けのベリー、あ、これブドウかな、ほら、レーズン、おもしい、これね、下の方がタルトみたいになってるのかな、結構固め、サクサク、うわーすごい、サクサク、タルトがねすごく好きなの、本当に好きで、だから誕生日ケーキはやっぱりタルト。生でこういう時どういうの、みんなどうやって言うの、そうそうよ、そうよ、おもしい、いやー、おもしい、実はみんなとおいしく時間を過ごす中でコロナか4キロぐらい体重が増えてしまって、この1週間ぐらい撮影あるしな、もうちょっとこうシュッとした感じの方がこのシーンだよなって思って、ちょっとね納豆とか食べてたの、一生懸命、大好きなのよ、大好きなの、食べるの大好きなんだけど、ちょっとだけちょっとだけ我慢してたの、だから今日はケーキがしみる。増えたように見えないって、今はね、今はやっぱりこうお家にいると美味しいものもいっぱいあるし、ついついついてかね、お散歩に出かけちゃうの、ピル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 って、さあクッキーを食べようかな、チョコを食べようかな、紅茶もいいなみたいな感じ、ダメよね、ほんとダメなのよ、もうちょっと運動しなきゃって、でも6キロぐらい歩いたりとか、なんか英語のね、あのレッスンに行く時の行きとか帰りとかにこう6キロ歩いたりとかして、少しシュッてシュッてしてきた。納豆持って山にこもれば痩せるよって、納豆は持てるけど山はな、これから寒いからな、そういう意味で痩せるのか、確かに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 、6キロって9000歩なの、へえすごい、あ、じゃあ結構歩いたのかな、でも1万歩歩いてないんだね、それでも、筋トレは最近なんかこう腕周りと足周りを少しやってるかな、そうね、それぐらいかな、あとは撮影中に今日もずっとこうシュッシュッシュッってやってた。そう、走るよりはでも歩く方が多いかもしれない、なんか歩いたりする方が楽、あ、楽じゃダメか、楽じゃダメだよね。
なんかつい楽な方行っちゃうよね、うん、でもなんとなく続けてはいる。運動もちょっとずつ、なんヨガとかやりたいんだけど、もうちょっとスペースがあればな。ね、芝生の上とかでやりたい、本当は。気持ちよさそう、うん、山道をランニングしてイノシシに出会いました。それはすごい。イノシシ、シシ鍋っていうのはダメか、食べられちゃうね先にね。リングフィットアドベンチャーいいですよ。ゲーム？ゲームかな、こういうやつ。ちょっとやりたいけど、ハマるとな、ハマると夜も寝れなくなるから。お、痩せる？痩せるか。でもダメだね、何でも食べ物になっちゃう。そう、これイヤリング、前にアクセサリー紹介でしょ、こうあのお話しさせてもらったプチプライヤリング、重いからこれもねなくなっちゃうといけないと思うんだけど、やっぱショートカットにしてからこの耳周りになんかついてないとちょっとボーイッシュすぎるかなと思って、うんね、どうだろう、伸ばすのとどっちがいいかな、なんとなくこのぐらいもいいかな。次今の作品がね終わったから、こっちこのぐらいにしてみたいな、してみようかななんてちょっと思ったりもしてる。31歳の抱負、31歳ね、うん、私5年ずつぐらいで語学をこうスパンでね考えてるの。韓国語も5年ぐらいちょっと一生懸命やったらちょっとコミュニケーションが取れるようになったりとかしてて、で25ぐらいから英語やってようやくなんかちょっと意思疎通ができるようになってきたの。本当は30から中国語って思ってたんだけど、30歳ぐらいから徐々にこうアメリカのいろんなお話をこうちょっとずつ届くかしら届かないかしらみたいなところにいたりとかする時もあって、もうちょっと極めたいな、頑張りたいなって思ったりもしてる。だから30からの5年間35ぐらいまでにもっとコミュニケーションが取れるようにしていきたい、うん、これはなんか目標、うん、だな。そうね、あとはそうね、やりたいことはすごくいっぱいあるの。中国語ももちろんやりたいし、もっとちゃんとやりたいなってね、毎日やってたんだけど、やっぱ撮影が忙しくなってきたり英語にこう比重が傾いちゃうとなかなかできない時もあるから、うん、そうかな。あとはもう本当にね、30歳から身に染みて思うこと、風邪ひかない、健康に働く、これよく食べ、よく眠り、健やかにですかね。これはねちょっとね大事よね、一番大事よね。あ、フランス語、フランス語似合いそうって、本当にそんな嬉しい、やってみたい、やってみたいよ、やってみたい。あ、まだ遠いな、アラビア語とかね面白いよね、語学ってね、すごい気になる、うん。でもそうよ、ほんとみんな、みんなも、みんなも体力、みんなも体、今こそちょっとね気が緩んできたりもしてるけど、インフルも流行ってきてるから、少しずつこう手洗い、うがい、また思い出してもらってやった方がいいかな、やりたいかな、私もやろうかなって思う。原点に帰って日本語でも日本語が一番不自由かもね、私も今片言だなってちょっと思ってたから突っ込んでいただけてありがとうございます。いやー本当面白いね、こうやって皆さんのお顔は見えなくてもこうやってお誕生日会を一緒にできるなんてすごいなーって、もう考えらんなかったな昔はとかって思うんですよ、うん、だからねえもう待って、さらに原点に戻って古文をって、もう古文ってもう学生か、学生だな。そうですね、学生の時ちゃんとやんなかったから、歴史とか古文とかもやった方がいいよね、本当にね。時代劇とかいつかやりたいなってもっと思うしね。そうだよね、ね、わかるわかる、勉強するよ、頑張るよ、31歳頑張るよ。
ね。うん。31歳、そう。31歳だよ。見えないって言ってくださる方も多くて嬉しいけど、どう？ちょっとレディーになっていこうと思うの。31歳はどう？ダメだって。レディーにはちょっと程遠いって、なんかこんなだからダメだって言われてるでもそうよ、レディーになっていこうと思うから、皆さんぜひこう見守っててもらえたら嬉しいなって思います髪伸ばす予定もね、ちょっとあるっていうか、伸ばしてみようと思う。正直お仕事があればね、もう全然髪の毛坊主でもいいやって思う時もあるんだけど、でもやっぱなんとなく長い方がずっと長かったからしっくりはくるよね。この辺が寒いからね、ちょっと冬は伸ばしていこうかな。でも伸ばしてるうちに夏になっちゃうかどっち派が多いんだろう、ショート派ロング派。うーん、なかなかいい線、どっちも行きそうねすごい、いっぱいコメント入れてくださってるから目が追いつかないよ。でもそれも嬉しい。うんうんうんよいしょ、そろそろみんなとお別れしないとと思いながらケーキ食べるっていう。おうまし。あとでちょっと家族のやつもね、一口ずつちょっともらいたいところだね。うん、妹も同じ誕生日なんですよ。だから我が家はね、丸いケーキが2つ昔割ったの、私のと妹のと。なんだけど、好みが違うからやっぱ2つなきゃダメね。あのプレートも欲しかったし、フーっていうのもやりたかったから1個ずつ用意してもらってやってたんだけど、今は妹さんがね、こう実家から出ているので、ちょっと寂しい、ちょっと嬉しいみたいなところはあるかも。だってね、私が31じゃない、妹は3年後だから、3年間しか自分だけの誕生日っていうのがなかったからね。だから昔はお誕生日をしてもらえると、あー自分だけの誕生日だ、イエイって思ってすごい嬉しかったの。今日もだからこうやってみんなにお祝いしてもらえるとすごく嬉しいんだけど、最近は妹とメールをね、こう送り合ってお誕生日おめでとうってやり合うようにもしたの。それでね、すごく仲良くなった感じもするし、あとなんか一緒の誕生日ってめったにないからちょっと面白いでしょ。そうそう、だからずっとなんか自分の一部みたいなところもあるからだよね。うん、不思議なんだ、不思議な小林家。こんな感じ。おっと、ずいぶんと話してた、もうじき20分になっちゃう。こんなに長くやったことないの、ドキ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 さてさて、そろそろじゃあ小林家はホームバースデーパーティーを続けようと思います。皆さんとお別れかな、どうかなすごいわーってコメント入れてくださってる、ありがとう。もっと話したいんだけど、でも陽子ケーキ食べなきゃいけないのまだケーキが2種類私を待ってるのはい、そんな感じでね、もうじき終わっちゃう。なんかそうね、こういう節々って言うと体が痛いみたいだね、節々じゃないかな節目節々じゃダメ、恥ずかしいダメだ、恥ずかしい、わかんのちょっと、あはい端々こういう節目の時に皆さんとこうやってお時間を過ごしていければなと思います。はい、どうだろうね、ね、どうみんなも寂しい31歳一緒にこうやって過ごしてくれてありがとうって感じかな、やっぱり日本語って書かれた、そうだね、やっぱり日本語、もうちょっと日本語頑張ります今日
今日はもう頭がねセリフでいっぱいいっぱいだったのよ。ごめんねごめんねよいしょ。はい、そんなこんなでつけてくれて本当にありがとうございます。31歳の私もどうぞ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 よろしくお願いします。はい、あ、クリスマスとか言ってくださってる方もいるね。なんかそうやってやっていけたらいいな。あ、そうだ、実はねちょっと1万人超えぐらいの時に企画してた皆さんありがとうっていう企画がようやく形になったところもあるから、またそれもねお届けできたらなと思っています。はい、そんなこんなで本当に20分になったよ、イエイ。みんなありがとうございました。またこうやって生配信させてください。それではね、またね、バーイ。あれ、これどうやって切るんだろう、こうかなー、かっ。